はい、皆さん、こんにちは。中島です。ちょっと今日の配信は遅れております。今日は7月の2日、私はまだ沖縄におります。で、沖縄でですね、いろいろと龍神様にまつわるところを今回はもう結構な数巡っております。ということで今日は、今ね、瀬底島っていうところに来ています。これはね、ちょうど真ん中より少し上あたりなんですけど、北あたりなんですけど、まあ、今からここで祈願投資したいと思うんですが、本当にね、こういう、廃所っていうのはぐるーっと見渡すとね、こんな感じで本当にね、こう住宅の横にポツンとあったりするんですけど、ここもね、そうです。で、こういう感じで急にバーンとね、森のような感じで広がってくる。まあ、こういう風に、自然の中に、こういう形でお社があるっていうようなイメージなんですね。で、こういうところで祈願投資をしてるわけなんですけど、なぜ私がこういうことをしだしたか、それはですね、皆さんまあご存知の通り、去年の今頃に、龍にプロポーズされまして、で、龍のことをちょっと勉強しなさいみたいな感じで、教えられたんじゃないかなと私は思っております。ということで、そこから、まあ、龍神様にまつわることを本当にたくさん経験させてもらいました。で、まあ、まだ現在進行形なんですけど、そういう形でまた今日も巡っているということのご報告とともに、まあ、今日の一日一魔法行きたいと思うんですが、今日は、ウラヌスです。ウラヌス、これはね、もうすごく強い、イメージの惑星なんですけど、本当にね、今のこのタイミングとまたまさにぴったりだなと思っているんですけど、今日はですね、どういうことに気をつけていただきたいかというと、来たるべくもうすぐ、新月になるんですけど、この新月から次の新月までっていうのは結構本当に皆さん、もうちょっと予言しておきますね、変わるので、目に見えて変わりますので、その準備、心の準備、体の準備、魂の準備、もう全部の準備をしましょうっていうようなメッセージが今日も来ております。ということで、やりかけてて、もうこれ行こうかなと思うことはもう始めてください。で、あとどうしようかなと思うことは、もう一回こう足踏みする感じで踏みしめて、やろうかな、行こうかな、どうしようかなっていう風に思っていただければいいと思います。そういう一日にしてください。そして、こうスルメを噛むように、ガムを噛むようにクチュ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 してもらって、それでもこれやなと思ったことは必ずやり通していただきたいなと思います。そんな一日にしていただけたらなと思っております。それと、ちょっとね、個人的なことで使わせていただくと、沖縄ツアー、された方、やっと前半の方はこう普通の生活に戻ってるんじゃないかなと思いますし、月末までで帰られた方はまだちょっとまどろんでるような状態かもしれませんが、すぐ治ります。大丈夫なので、あともう少し、自分の中でチューンアップしてください。そして、今日の色なんですけど、今日の色はね、赤です。赤に注目していただきたいなと思っております。で、あと数字はですね、1です。今日は1、初めの1に、意識を持って過ごしてみてください。ということで、皆様、今日も良き日となりますように。じゃあねー。